皆さんこんにちは。東京マルチカルチャルチャーチの牧師原田元道です。今日は1月の31日火曜日、タイトルはただ一人ペリシテ人の地で勝利される神。聖書箇所はサミュエル記第1の5章1節から12節となっております。サムエル記第15章1節から12節。ペリシテ人は神の箱を奪ってエベンエゼルからアシュドテまで運んできた。それからペリシテ人は神の箱を取り、ダゴンの神殿に運んできて、ダゴンの傍らに置いた。アシュドテの人たちが翌日朝早く起きてみると、なんとダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り、元の場所に戻した。次の日、朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。ダゴンの頭と両手は切り離されて敷居のところにあり、胴体だけがそこに残っていた。それで今日に至るまで、ダゴンの祭司たちやダゴンの神殿に入る者は皆、アシュドテにあるダゴンの敷居を踏まない。主の手はアシュドテの人たちの上に重くのしかかり、アシュドテとその地域の人たちを種物で打って脅かした。アシュドテの人たちは、このありさまを見ていった。イスラエルの神の箱は我々のもとにとどまってはならない。その手は我々と我々の神ダゴンの上に厳しいものであるから。それで彼らは人を使わして、ペリシテ人の領主を全員そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと言った。領主たちは、イスラエルの神の箱はガテに移るようにせよと言った。そこで彼らはイスラエルの神の箱を移した。それがガテに移された後、主の手はこの町に下り、非常に大きな恐慌を引き起こし、この町の人々を上の者も下の者も皆打ったので、彼らに種物ができた。ガテの人たちは神の箱をエクロンに送った。神の箱がエクロンにやってきたとき、エクロンの人たちは大声で叫んでいった。私と私の民を殺すために、イスラエルの神の箱をこっちに回してきたのだ。それで彼らは人を使わして、ペリシテ人の領主を全員集め、イスラエルの神の箱を送って元の場所に戻っていただきましょう。私と私の民を殺すことがないようにと言った。町中に死の恐慌があったのである。神の手はそこに非常に重くのしかかっていた。死ななかった者は種物で撃たれ、助けを求める町の叫び声は天にまで昇った。皆さんは聖書の中の主人公は誰かと問われるとしたら、誰の名前を挙げるでしょうか。旧約聖書の場合は、おそらくアブラハムであったり、モーセであったり、ダビデといった人物が挙がるかもしれません。新約聖書ですと、おそらく皆さんが、イエス様が主人公だとおっしゃるのではないでしょうか。ただですね、もちろんそれらはある意味主人公でありますけれども、一番大事な存在がもう一人います。それは神様、その人が本当に聖書全体を貫く主人公であると言えます。実際聖書はその神様を主人公とする人類救済物語であるということも言えると思います。今日の箇所を見てみると、本当にこの神様という方が主人公であるということがある意味はっきりと記されております。今日の第1サムエルの5章の中においては、
人物の名前、固有名詞として出てくる人物名は、この神様の名前である主、ヤホワエとも言われますけれども、この主を除くとペリシテ人の神ダゴンだけになってきます。また6章にかけて、見てみてもですね、この主ヤハエの神様は、誰の力も借りることなくですね、ただ一人ご自分の力を用いて、ペリシテ人の力、イスラエルの地へ、この神の箱を持ち運んでいかれる様子が記されております。今日の箇所を通して、この聖書の主人公である主ヤハエがどういうお方であるのかを今一度共に見ていきたいと思います。まず1節と2節をお読みいたします。ペリシテ人は神の箱を奪ってエベンエゼルからアシュドデまで運んできた。それからペリシテ人は神の箱を取り、ダゴンの神殿に運んできて、ダゴンの傍らに置いた。ここで、ペリシテ人が神の箱をエベンエゼルからアシュドデに運んできたとありますが、このエベンエゼルというのは、この前にですね、ペリシテ人とイスラエル人が戦った場所であります。それはエルサレムからすると約北西にですね、2、30キロ行った場所にあるのがこのエベンエゼルでして、そこから今度は南西にですね、5、60キロ行ったところにアシュドデという町があります。このアシュドデという町はペリシテ人にとってはすごく主要な都市の一つでして、この彼らの神ダゴンの神殿があるということですので、宗教的にも非常に大事な中心都市であるということがわかります。そしてまた、このダゴンという名前の神ですけれども、考古学的な発見現地からすると、当時のこの近東アジアにおいて広く崇拝されていた神様の名前だったようですが、特に聖書ではペリシテ人の神としてたびたびですね、登場してくる神でもあります。そしてこのペリシテ人は2節を見ると、神の箱を取ってダゴンの傍らに置いたというふうにありますけれども、なぜわざわざ神殿に持ってきて神の箱をこのダゴンの、像の横に置いたのかでありますけれども、それは当時ですね、この民族と民族との戦いは民族の崇拝する神との戦いであるというふうに人々は考えておりました。ですので、ペリシテ人とイスラエル人の戦いはペリシテ人の神ダゴンとイスラエルの神ヤファエとの戦いであるというふうに彼らは捉えていたわけです。ですので、ペリシテ人からすると、自分たちが勝ったのはダゴンがこのヤファエに、神の箱に勝利したからであると。ですので、ある意味戦勝記念ですね、戦いに勝った記念として、この神の箱を自分たちの崇拝するダゴンの隣に置いたということになります。ところがですね、その翌朝、またそのダゴンの神殿に入っていってみると、この主の箱の前にこのダビデの像がうつ伏せに倒れているというのを彼らは目撃するわけです。その理由はよく彼にとっては分からなかったでしょうけれども、なんか事故があったのかなというぐらいの気持ちで、元の場所にとりあえず戻しておくようにしております。しかし4節見てみると、次の日もですね、朝早く行ってみると、またまたこのダゴンの神像、神の像が主の箱の前にうつ伏せに倒れていると。今度は倒れているだけではなくて、頭と両手が切り離されて、そこに置かれていたというふうに記されております。この頭と手が胴体から切り離されるというのは、当時の戦いの後ですね、勝った方が負けた方に対してする処刑方法の一つでもありましたので、これ明らかにですね、ダゴンに対して主、ヤファエが勝利しているということが、はっきりと誰の目から見ても分かる形で示されていることになります。本当に神様は天地万物を作っておられ、もう圧倒的な力を持って絶対的な主権を持って治めている神、神様にかなう存在は何者も存在していないということがここに示されていることがわかります。その後ですね、神の箱、神様はダゴンを撃つだけではなくて、ペリシテ人の地も撃っている様子が6節以降に記されております。6節をお読みいたします。主の手はアシュドデの人たちの上に重くのしかかり、アシュドデとその地域の人たちを主物で撃って脅かしたとあります。これ主物という言葉ですが、
聖書協会共同訳ですと腫れ物というふうな日本語が当てられておりますけれど、具体的な病名はわからないようであります。しかし体にそういったブツブツ腫れ物ができる病気、伝染病のようなものであったかと想像ができます。そして注目すべきはこの種物ですねによる裁きが神の箱が行く先々でこの足戸でだけではなくてその後で、エクロンに行って、きますけれども、その行く先々において、神の箱が人々を打ち、人々には腫れ物、種物ができていく様子が記されております。当時の神様観ですね、当時の人々が考える神というのはその土地の神、その土地にいればすごく力を発揮するけれども、その土地を出てしまうと力を失ってしまうような存在でありましたけれども、イスラエルの神はそのイスラエルがいた、イスラエル人が住んでいたところだけではなくて、ペリシテ人の地においてもその力を発揮し、本当にその地を自由に裁くことができる絶対的な存在であるということが記されております。聖書の神様は天地万物の作り主であります。また絶対的な主権を持ったお方で、神様の力に勝る存在は何も存在しておりません。また神様は人を通してその御業を成し遂げていかれることが多いですけれども、それは別に人間がいなければ神の御業がなされないわけではありません。今日の箇所では本当に神様がお一人でそのご計画を成していった姿が描かれております。神様は本当にありとあらゆるものを用いて、また用いなくともご自身の力のみを用いてそのご計画を成し遂げていくことができる、絶対的な主権者であることがわかります。しかもですね、神様はご自分のこのご計画を自分の利己的な、自分中心的な計画、思いを成し遂げるために実現していくわけではありません。むしろこの神様のご計画、目的というのは神様ご自身のためではなくて、天地万物のためにその計画が成し遂げられていくということがわかります。神様は天地万物を本来の姿に戻すため、エデンの園であった、本当に全てが良かった、すごく良かったとご自身がおっしゃいましたけれども、その状態に戻すために、全世界の人々、全天地万物を救うために今も生きて働いておられます。でしかも神様はその救いを完全なものとするために、自らが人となってこの世に来られ、また私たちの罪をその身に背負い、十字架にかかって死んでよみがえってくださいました。この天地万物の作り主が自らが作った被造物のために命を捨てる、そして死んでよみがえってくる、そこに本当に比べることができない神様の底知れぬ愛、また圧倒的な力が表されています。イエス様はヨハネの福音書15章の13節でおっしゃいました。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。この天地万物の作り主、私たちが人間が仕えて当然のお方がこの世に来られ、私たちを友と呼んでくださっております。主の中の主、王の中の王、絶対的な主権者である方が私たちのことを友と友人であるとおっしゃってくださっております。しかもその友である私たちのために十字架の上で命を捨ててくださいました。この本当に大きな愛を覚え、イエス様が私たちを愛してくださっているように、私たちもまた周りの人々を愛していくことができますようにお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を心より褒めたたえます。本当にあなたは私たちを友と呼んでくださいます。なぜそこまであなたが私たちを愛してくださるのか、私たちには到底理解することができませんけれども、本当にあなたのその大いなる愛を覚え、あなたに愛されているように、また私たちも周りの人々を愛していくことができますようにお助けください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。